ボイスアクター通信をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。はい、ということで本日のゲストは、両バージョンに出演のこのお二人です。自己紹介どうぞ。はい、埼玉二郎役の樋口康弘です。はい、水野瑞希役の水木亜美だよ。水木亜美名字だよ、あんた。水木亜美役の、宮島さゆりです。イエイ、イエイ。水野瑞希って誰だよ。水野瑞希って、瑞希は名字だからね。名字があるの。そうだよ。そう、瑞希っていうちょっとね、あ、そう、あ、で、さゆりんは、はい、前回メイツに出てくれたんですけど、はい、その時も瑞希、うん、って言ってた。そうなんだ。そうなんだ、また瑞希。そう、2作品連続瑞希役ということでね、はい、今そう、あ、と思って今そういうのと思って。そうなんですよ、思った。それで、はい、どうですか、2回目、特番しぶちゃい。ああ、2回目、はい、ですけど、どうですか、設定傾向。もうすごい、なんて言うんだろう、なんかポン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 進む感じで、うん、なんかちゃんとその1幕、2幕があるじゃないですか。それで、ちゃんとなんかこの幕はこうして、この幕はこうしてとか、そういう構成もしっかりしてくださってるので、なんかすごい分かりやすく。おお、だってよ、松本さん褒めてもらいましたよ。褒めました。はい、今回あの2人とも声優の役ということで、はい、さゆりんはね、その、はい、なんていうの、謎の少女みたいな役を演じるね。そうなんですよね。すごいあの苦戦しました。あの少女メグラドっていう役なんですけど、うん、はいはい、そうなんですよね。いいのかな、あのエヴァンの、あ、そう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 、あのお手本にしなさいってね。そうなんですよ、っていう役がいて、それもお手本にしてやりました。そう、もうね、この子あれだよね、18歳なんで、うんうん、あの新世紀エヴァンゲリオンをちょっとわかんないですみたいな感じで、ちょっと我々の世がショックみたいな。ここでもあのジェネレーションギャップが起きておりますけれども、ね、そんな、されですけれども、さあさあ、大将樋口来たー。あー、また来たよ、また来た、また来た、また来た。あ、またビール飲んでるもん。いつもビール飲んでるんだよ。はい、そんな樋口くんは今日は、今回はボイスアクター3回目ですけども。そうですね、また役が変わったんだよね。はい、そうですね、あの初演の時が、はい、あのハチスくんが演じるウオキの役、はい、で、2回目が、今長石くんがやっている佐藤くんの役で、そうですね、で3回目で埼玉二郎という、はい、どんどん年を取っている。そうなんですよね。ついにベテランの、そうですね、役に来たよ。いやでもね、正直埼玉役はあの1回目、あ、初演と再演を見ていて、うん、後ろから見てすごい埼玉やりたいなと思って、思ってたの、役だったので、おお、キャスティングされて、わぁ、マジかっていう。おい、そしてね、またプレッシャーも人しようという。そうですね。あの、多分ね、全部で演じてる声優の中で、一番役の数が多いんで。役の数はね。役の数は確かに。キャラクターの種類がめっちゃ多い。そう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 。結構30ぐらいやってますよね、多分。そうですね。あと、ほとんど人間じゃないっていう。そうですね。大体ね、動物、で、また動物。でまた動物モンスター、そう、まあ、モンスターだいたい、あのセリフがカタカナでなんかキュルキュルとかガオーとか書いてあるんですよ。だいたい1行で終わるって。そうそうそう。そうそうそう。どうですか、埼玉さんは。埼玉さんはそうですね、やっぱり動物の声なんで、結構 YouTube とか見て、まあ、本物の声、本物の声を聞いて、まあ、研究したわけなんですけれども、まあ、ある動物の声をやった時ですね、うん、あ、いえ、松本さんから、それはリアリティいらない、面白くしてくれって言われて、リアリティいらない、 YouTube ずっと見てたのに、というわけで、まあ、いろいろ、まあ、向こうとの葛藤があるんですけども、そうですね、埼玉葛藤ナウです。面白い動物をやったという感じですかね。まあ、あと人間でもちょいちょい、まあ、出てたりします。そうだね、日本語もたまに喋ってる。そうです、まあ、目標としては、目標としては全部の出してる声が違うキャラクターだなっていう風になれば、な、全部違うを目指す。そうですね、す、七色のキャラクターに噛んじゃったけど、これ頑張っていただきたい。そうですね、あ、なんで、なんでそう、あの、なんか白、何かちょっと、おつまみ、何おつまみかって美味しそう、美味しそう、いい。なんでそんなテレビに映り込んでた素人の2人の感じになってるんですか。本当にね、あの、でも2人はどっちにも
そうですね。ちょっとヒルさんどんどんフレームアウトしてるらしいんで、ちゃんと入っていただいて、ね、はいはい、なんで、じゃなんかこう、まあ、アニメでもオンラインですから、見どころあれば。あおー、なるほど。ここが見どころだよね。あのマイクが1本じゃないんですよ、うん、あのはいはい、アフレコする、うん、そのどこに自分がアフレコしに行くのかっていう楽しみを、うん、あの毎回あの味わいたいですね、うん、本当にあのなんていうか段取りはちゃんとあるんですけど、段取りをしてないっていう体で、生の感じで、はい、あれだね、あのアフレコは戦いだっていうあのフレーズ通りの、そうですね、マイクの奪い合いみたいですね。あれぜひ期待していただきたいと思います。はい、そうですね。今回はやっぱりあのアニメ編で見ますと、あまあ。ま、主役の前田、あの小沢さんがやっていた役なので、これを土屋さんがどう料理するのか、ね、ここはね、やっぱり注目どころだと思いますね。あの、ひぐさん、私じゃなくて、あのカメラにも関係ないから、こ見どころ伝わっていいですか。で、オンラインはやっぱり、あの、祐天寺、これを東堂俊がやってますので、前回出てる俊がね、そうそうそう、宇田川さんの、まあ、ある意味敵役なんですけども、 そうですね、その存在をどのように出してくるのか、まあ、ここは、役者をポイントとして見ると、そこが見どころだと思いますね。おー、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、さあ、2人はね、どっちにも出てるんで頑張っていただきたいと思うんですが、はい、ここで、はい、最後にですね、はい、このボイス作2通信毎回恒例の、アニメのモノマネコーナーです。じゃあ知ってるでしょ、あんたは知ってるでしょ、やるよ。このボイス作2通信では毎回、何か皆さんにですね、はい、あのアニメの何かモノマネを、せっかくね、生産の話だから、はい、アニメのモノマネをしていただこうということで、はい、彼にも、アニメのモノマネに挑戦していただきたいと思います、はい、どっちからいく、若手からいく、はい、若手からいく、はい、どうぞ、ね、じゃあ、まずサヨリンは、まあ、ちょっとね、年が年なんで若干ジェネレーションギャップがあると思いますが、何を言ってますか。銀魂の、おお、出た、最近のアニメ来たよ。銀魂の神楽をやります。あ、いいですね、かわいい。では宮島さゆりさんで、銀魂の神楽さんです、はい、どうぞ。銀ちゃん、早くスコンボ欲しいやる。うまい、かわいい。なかなか、なかなかかわいい。こんなスタイルにあんま見たことないですよ。いいですね、初めて声出した。いやでは、最後にちょっと真ん中に出ていただきまして、樋口康弘さんによるモノマネを、前回ね、あのボイスタクタ通信出た3年前はですね、あの先輩の小田さんがやってたんで、やってないですよ、この人実は。なので、初めての樋口さんの初めてのモノマネとなります。今何やっていただけますでしょうか。じゃあ、鷹の爪団のアニメ鷹の爪団から、吉田君これイメージ通りじゃないか。では、最後にアニメ鷹の爪団の、吉田君でお別れです。では行きます、3、2、佐藤、夜中過ぎたら子供に甘いものを与えないって約束したじゃないですか。噛んじゃった。噛んじゃった。もうこれしかない。さよなら。さよなら。これしかない。